鎖骨殺意流体アイスマン流いってみましょう。さあ試合は3試合選手9人の中から MVP を勝ち取って上を通した。この舞台に立ったアイスマン、踏み込みガードが冴えるが中足中足。さあ初戦1ラウンド目アイスマンがいいペース、開幕さこのハドリックを通してはここは引き付け勝利をきっちり。さあ遅らせてしゃがみ中盤もガードする。さあ立ち台パン動きが見えたか、中足波動から確認はしっかりしている。コンボも完走、そしてこの攻めコンボが伸びてドットになる。おお、遅らせ中足昇竜削り。さあしゃがみ中盤のギリギリ外だったんですね今ね。よく見てますね、はい。さあ前に出て、さあ大パンはエッグになった。そしてアイスマンがうまくチューチュー大いいダメージになる。連携竜巻は許さない。さあ竜巻打ち切ったか、アイスマンペース出しからのめくり竜巻もう一度許さない。灼熱に乗っかった。さあ火力は高い状態。さあアッパーグラつぶしもガードした。アイスマンガードも硬い、灼熱から波動に乗っけて怖いぞ。さあしかし最後は波動うまく倒しきったのはアイスマン。ゲージ状況は4対3。さあ鎖骨殺意は若干有利だが両者ともに火力は高い。ファーストコンボは鎖骨殺意からここで投げ、画面端は絡む表だがガードする。さあいいガードだった。ここも相打ち、画面端の攻防ラインを上げるのはアイスマン。前に出るゲージを使って、おお着地から、おはうろうろ、このミスは見逃さず。さあ中足灼熱をしたかったところ、中足からの EX 勝利に負けてしまった。惜しかった。1試合目取ったのは鎖骨殺意。アイスマンさんもすごい冷静にポイントを取ろうとしてる。ガード力かなり高くて、最後もミスになってしまったんですが、かなり難しい行動を通しに行ったので、はい、これは分からないですよ。白ゲージを取ったタッシュ系だが、おっとここはアイスマン背びを割る。試合展開が早い中でさあいいプレーが見えている。ミスになったところチューチューチューから竜巻押し、さあデスだがこの距離で打ち返した。さあ灼熱は当たったが相打ちは OK。形いいプレーでラウンドを取ったのは鎖骨殺意。どこかバックスする。距離は見えているか、竜巻で締めて、しかしアイスマンいい大昇竜切り返し、ここも灼熱がミスになったか。そこセミン回して下がミスになる。さあ両者ミスはあるがフォローして画面端を作っているのは鎖骨殺意。さあ中足合戦地上戦もハイレベルになっている。踏み込みが深いどからこの距離の様子に EX 波動でフィニッシュ。これで 2-0。 リーチをかけたのは鎖骨殺意。さあアイスマン踏ん張ることはできるか。アシュラ大足は届かず両者セービングで溜めたぞ。ウェットタミスになる。しかしこの竜装の隙を投げているアイスマン前捨て体育。しかし投げるアイスマンまたもや画面端を作る。これで3。さあセービングから溶かせるか、ミスになった。中盤からの投げ危ないぞ。ゲージはあるガードしたがこじ開けている。そこはつながらず命拾い昇竜から、さあウルコンが来る。これで決まったか。なんだかんだで逆転、最後に立つのは鎖骨殺意。さあ早い展開の中で前捨て体育も見えたが、ここはセービングからアイスマンのペース。アイスマンのタックがいい形で太いところが通っている。
ここまで。それでも逆転して踏ん張るか。対空もいい。風神落としの勝利、お見事。灼熱2つ、ゲージはなくなったが、さあいい様子見を見せる。しかし竜巻戦を見てからのこの判断、大昇龍はもうお仕置きに入るが、ここはミスになった。さあアイスマン、ここはラウンド取っておきたい。じゃあ灼熱からの飛び、相打ちになった。もう灼熱、もう足まで前に近づいたぞ。最後は波動、さあこれでラウンドを取ってアイスマン踏ん張れるかというところ。リーチはかかっている。ここまで 2-0、 サコ優勢。見せる、そこで前に来たぞ大昇龍だが、昇龍打ち合い、流走で締めて投げすかりが見えたか。大昇龍切り返すのはアイスマン、昇龍を取った。セミには中足竜巻、遅らせ中盤だったがガードしている。昇龍からさあメサノからの灼熱、ここは飛び削らせないが中足波動、これでフィニッシュ。勝ったのはサコサツイ、スコアは3対0。アイスマンさん本当にありがとうございました。皆さんもう一度拍手の方お願いいたします。